て、この海戦、織田が勝つか毛利が勝つか。数的にはこっち、織田有利だけど。敵には小早川高景がいる。君の才、見せてくれるかい、高景。旋回。逃げる気か、臆病者の毛利め。突撃、中央から分断して敵戦に乗り込め。ああ、わざと分断させてたんだ。こりゃ積んだな。宝禄飛矢、戦車用意、撃て。かわいい顔してやるよね、彼。それも全部民を救うためなんだもん。怖いんだか優しいんだか、ああいう軍師、官兵衛殿、好きでしょ。行くぞ、高影を倒す策を練らねばならぬ。天下布武、織田信長が敷く苛烈な道は民にも酷な決断を迫った。新たな時代に生きたくば己を変えよ、とどまる者は無価値であると。その強引で急速な変革に対し、最下孫一らが反抗、か弱い民と共に信長に抵抗した。毛利軍の軍師小早川高景は、そんな民を救うべく毛利水軍を率いて織田軍を粉砕。その後再び救援要請を受けた高景は、最下州と民を救うため織田軍と対峙する。信長、そして織田軍の軍師である竹中半兵衛と黒田官兵衛は、奇策をもって高影に再戦を挑んだ。天神の将、木津川口の戦い。一生は夢の間なれば。珍しい品を入荷していますよ。毎度ありがとうございます。
民が心配です。合流を急ぎましょう。ヘルモトは一の船の守備を頼みます。承知しました、ロジール。こういうことだったのか。
民が危ない。迎え撃ちましょう。さすが官兵衛殿、頃合いを外さないよね。兵が敵の本陣に引きつけるのを待っていたにすぎ。勝利条件変更。次の一歩に繋げなければ。ここまではうまくいきましたね。おい、あの大筒やべえぞ。早く止めねえと。確かに脅威ですが、射程は短い様子。今は撃たせておきましょう。ここで焦っては敵の思うつぼ。それにまだ奥の手を残していますから。幹部、兵はもう下がる。その体では長い戦には耐えられない。優しくされると楽しくなるな。大丈夫、今日は欲しいかいぞ。あんた、かっこいいぜ。誰も彼も救おうなど無謀の極み。兵の被害を抑えたくば神を見捨てることだ。神を見捨てては何も成し得ません。神の味方も救ってみせます。これもお役目なれば。いざ。敵軍師がまだ何か隠しているとすれば、テルモトが守るあの国、叩いておくにしかずだ。敵将、討ち取ったよ。ここでいって。この戦果、次の一手につなげなければ。負けてしまうとは。その武勇、あやかりたい。矢を筆に抜き込む気は近くなったかな。うまくいきました。作ったってのか。大したやつだぞ。民兵がどんどん引いていきよる。このまま毛利も逃げて戦はしまいかろう。そうはさせません。我らは毛利軍を追撃します。開門。今です。一の船に合図。あの鉄張りの巨船を攻めるのです。ここまでこらえた甲斐があったわ。者ども一斉に進軍せよ。
伏兵を出したくなる機会はいくらもあったはず。よくここまでこらえたものだ。名前だけかと思ったら昨日座ってるんだ。俺、高影さんのこと嫌いじゃないかも。天下を阻む者すべて、この明智光秀が斬る。邪魔者は問答無用で切り捨てる。それは信長のやり方なんです。綺麗ごとのみ、なんか収まりません。その綺麗ごとなしで天下が収まるとも思えません。では南の迂回路より退却してください。ねえ、あの大きい船を盾にして逃げるつもりか。賢いな。気楽なこと。急いで追撃せねばなるまい。これも行くよ。高田ですが、挨拶もしておきたいしね。退却の指揮は父上にお任せします。私は追っ手を止めてまいりましょう。まだそんな体力があるとは。若いというのは素晴らしいね。ちょうどいい。出向く手間が省けた。お前さんが噂の小早川高影じゃな。どうだ、わしの部下になってくれんか。あの、せっかくですが、私は毛利家を支えねばなりません。いずれわしの下で働くことが毛利を支えることになるかもしれんぞ。毛利軍、なかなかやるの。勘弁勘弁、あとは任せた。私こそ天下の将軍、毛利を支える意志となりましょう。この戦果、次の一手につなげなきゃ。私こそ天下の将軍の計り乗りってなっちゃうか。あなたでしょ。誰も彼も救おうとする優秀だけど甘い軍師の高影さんって。あなたは何者です。俺は両兵衛の一人、竹中半兵衛。相方の黒田官兵衛ともどもよろしく。竹中半兵衛に黒田官兵衛、なかなか面白そうな軍師でした。軍師両兵衛か。高影と気が合いそうな二人だね。やるね、小早川高影。その恐るべき才、そして裏腹な優しさ、
ま、乾杯かな。ところで官兵衛殿、顔色悪いよ。もしかして死んじゃったりしない？この顔色は元からだ。心配には及ばぬ。死を覚悟してる人ってそうやって隠そうとするよね。心配させまいって変に気使ってさ。あーどうしよう。官兵衛殿が死んだ後、秀吉様に天下統一の策を授ける人がいなくなっちゃう。私が万一死んだとしても兄がいるではないか。無理だよ、俺一人でなんて。ねえ官兵衛殿、心当たりない？天下を治める策を一緒に練れる軍師。一人いるとすれば小早川隆景か。いい人選だね。彼なら才も十分だし、官兵衛殿同様優しいし。私は優しくない。計の認識違いだ。うん、戦を見れば分かっちゃうよ。多分その小早川隆景にもね。うん、これで官兵衛殿が死んだ後も大丈夫。世を太平に導けること間違いなしだ。私が近いうちに死ぬのは決定事項なのか？軍師たるもの、あらゆる事態を想定しておかないとね。あ、そうだ官兵衛殿、もし俺が万が一死んじゃったとしても、今の策を置き換えてやればいいからね。